さあ今週の映画どうでしょう。映画どうでしょう。今週の話題はジュラシックワールド。お、来ましたね。ものすごい若い監督が抜擢されて、はい、なんとスターウォーズの旧の監督になったという、うん、また抜擢ですよ。あの、ね、ハリウッドすごいね、まあ、ちょっと本筋入る前に、うん、なんでハリウッドってあんな若い監督をバーンとプロデューサーが起用できるんですか、はい、日本映画じゃ考えられないじゃないですか。これね、これ、あ、じゃあね、いいところ、いいところにね、あの、はい、いい質問、はい、これね、いい質問、ね、ギャラを抑えたいんですよ。おー、高くなってくるんですよ、いいやつは。ああ、なるほど。もういくらでもいい監督で、スピルバーグとか使えば使うほどいいんだけども、もう投資だから、うん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 、できるだけ同じような映画を撮れてくれる人で安く使いたいんですよ。でも制作組織とかにいますよね、巨匠がね、大体、まあ、あの人たちはお飾りだから、あ、あ、基本的にもうちょっとだけ見て、はいはいはいっていうのであって、うん、権利ぐらいのところなんで、本当はあの人たちに頼めば一番いいんだけども、あの人たちもそれはもうやったらもうがっぽり持ってかれるから、映画会社としては鵜呑みがないですよね。でもスターウォーズとかもね、うん、今なんか7、8、9を作ってるわけですよね、はい、7が今年の夏でしょ、はいはい、7と8は J.J. エイブラムスのね、はい、監督、はい、まあ、これはもう3本目だけ変えるっていうのもすごいですよね。いやいや、だから J.J. エイブラムスもやっぱりもう、まあ、もうだって一番高いですよ。だからあの人だってスピルバーグでの血を受けてる、もう正統派だから、納期は守る、バジェット守る、しかも面白い、はい、もう続編の、シークエンスでいっぱい残せるっていう人じゃないですか、はいはい、だからもう本当にもう、もう優等生で、ね、優等生で何でもいけるしね、絶対外れがないわ、はい、うん、マイケル、打率が高い。マイケル・チミンドとか入れるわけですよ。あまりにもアーティスティックでね、もうなんか、砲丸ショットは1ヶ月で回るぞみたいな。もうコッポロとか大変なわけですよ。納期を守るね、納期を。そう、スピルバーグがなぜいけるかというと、納期がカチッとつけて、バジェット作って、確実にそれで作ってくれるからもう信頼。これはね、ユダヤ人の特徴なんです。なるほど。だからジュラシックパークは今回新人監督、ジュワールドはね、うんうんうん、新人監督で行ったと、新人監督で行きました、はい、うん、でやっぱり楽なのはジュラシックパークの続編で、うん、今あれがやってたらどういうことに起きたかっていうところで作りやすいです、うんうん、でそれと同時に CG の進化が、うんうん、もう今までのジュラシックパークの路線から違って、うんうん、昔はかつては T-Rex は夜中にしか出ないといけないとか、うん、雨の日とかしか出せないとか、うんうん、半分オーディオアニマトロニクスみたいなものをごまかしてたわけじゃないですか、うん、パシフィックリムも夜が多かったですね。そう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 。もうそれがもう昼間堂々と、うん、もう本当に太陽光をさんさんと、一番難しいと言われてるね、人間の言ったことを同時に会えるわけじゃないですか、うんうん、だからもう本当にそういう意味ではラプターのね、なんかこう野生のエルザフォンとの出会い、世代を感じるけど、まあでも恐竜がとにかくこう増量されてますよね、そう、今までのシリーズ、はい、見せるぞ見せるぞボーン、見せるぞ見せるぞボーンっていう上手的な、振り返ればそこにいるみたいな、振り返ればそこに恐竜がいる、もう普通にライオンと野生のエルザと一緒のように、はい、野生のエルザどんだけ好きなんですか。本当に、はい、あの映画もうすごいいい映画です、はい、あ、いいよね、うん、ライオンはきちんと演技してくれてるし、あのエマトロニクスとかじゃなくて、ね、じゃなくてね、いやー、はい、それでジュラシックワールド、まあ、神田さん的にはどうでしたか、はい、やっぱりね、ありなし、やっぱりね、僕はもうこのせっかくこれで行くんだったら、うん、やっぱりね、まあまあまあ、ちょっと前に話しましたけど、ターミネーターと同じように全部ね、あの前編のあの誰だっけ、あのザ・フライのあの人、数学者、ジェフ・ゴールドブラン、はい、あの人を出すべきでした。あ、共通のキャストが誰もいないんですか、はい、そう、誰もいないです。だからせめてローラ・ダーンがおばあちゃんで出てくるとか、うんうん、なんかね、なんかそこのところも人間のね、ドラマキャスト的に誰もつながってないけども、はい、でもまあちょっといくつかオマージュもあるみたいなね、惜しいと。ですからせっかくハモンド財団の何やらかんやら出てくるんですけども、うん、あそこにもなんかもうちょっとこう痕跡を残して、まあ痕跡が出てくるじゃないですか、出てくるけどね、出てくるんですけど、うん、そこで電池まだ持たないだろそれみたいなね、ありましたよ、ね、それとお前さっき滝に落ちたのになんでマッチが火つくんだみたいな、うん、でもある意味、うん、昔の映画のオマージュのシーンをたくさん彫り込むっていうのは、うん、もうターミネーターも同じなんですね、うん、多分それをやるだけでも十分、昔の映画を見た時の人たちは、うん、もうその20年前に見た映画の時代の、うん、あの時のあの最後のね、うん、まあラクダみたいなところの恐竜のダーッと走っていく草原のシーンとか、うん、ラクダみたいな恐竜いいですね、いいじゃないですか、はい、なんて言うんだろう、はい、すごく牧歌的でいいですね、アラビアのロレンスかみたいな、そう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 だからああいうところのオマージュシーンを持ってくるっていうのが、映画がもう本当にその20年の前に見たお父さんお母さんが子供の時に見た連れてってもらった映画をもう一度こう言ってるっていうところのやり方は、まあ
これからもどんどん生かされると思う、ね、それちょうどスタートレックのね、あのリブートで J.J. ブランスが始めて、はいはい、その昔からのマニアックなファンと、うん、全く初めてスタートレック見る人も、うん、まあ、両方面白い、うん、そうですね、あれのこう一つのいい例ですよね、うん、まあ、それがだから物足りないと思う人もいるし、焼き直してねえかよみたいな、うん、ほとんど人間が進化してないみたいな、また同じ過ちを繰り返す、まあ、それありますけどね。そうで、まあ、時間は特に過ぎてるんですけども、うん、やっぱりね、ジュラシックワールドね、うん、僕一点だけね、もうちょっと僕が監督だったね、うん、もう僕が監督だった、僕が監督だったら、はい、それは大切です。ジュラシックワールドが出てきた時の、うん、あの天神の爆発みたいなモードの、うん、他への電波、あの伝播の仕方、例えばみんなスマートフォンを持ってるわけなのに、恐竜が暴れ出したところのやつをスマートフォンで撮るわけじゃないですか、うんうんうん、それをネットを使ってどんどん世界中にとか配信したか友達に配ると、世界のメディアが大騒ぎになったりとか、スケール感、こんなんか、うん、あの世界の外に行かない、あの、でそれは当局が一生懸命外に出ないように、うん、あ無事ですみたいなところとか、うん、なんか今の爆発事件みたいなね、中国の、うん、45人助かりましたとかっていう風に流しながら、うん、でもメディアのところの世界がもうね、うん、やってきて、いきなりこうね、なんか突撃ジャーナリストが来て、うん、スクープ取ろうと思ってる人間が恐竜に食われちゃうとか、うん、なんかそういうメディアのやらしさ感とか、ね、突撃していく人はね大抵ね食われますね、食われるよね、なんかああいうようななんかそのメディア、今のメディアでは起きそうなことっていうのがやっぱりもうちょっとリアリティがちょっとどこもなんか欠けてるかな、うん、例えばクローバーフィールドだったらすごく面白かったのは、うんうんうん、なんで自由の女神が飛んでくるやつ、うん、頭、そうそうそう、はい、あれって解説一切ないです、うんうん、でも実際にああいう悲惨な震災とかああいうのに巻き込まれると説明がない怖さがあるわけですよ、うん、あの客観な情報はないと、自分のその断片しかない、断片しかない、うん、あの怖さがジュラシックワールドだと全部分かってるんですよね、明らかに起きてることが神の目、客観的にこう、うん、今何が起きてこれで大変だって、うん、これを何とかしなきゃって言ってるのに、うん、普通の観客ね、はい逃げましょう逃げましょうってあそこをもっとこう、うん、もっと大げさにもっと慎重に今ここで言うとこれの人間をどうやってこう回避させるんだっていうのが、うん、スケールが大きいように見えて実はスケールが小さいんじゃないかって、動いてる見てる範囲が狭いんじゃないか、ストレスですね、それはね。だからラプターにほらイルカの日って見ました、イルカに、大統領の、船を爆発させるためにイルカに、時限爆弾を搭載させて、イルカに命令させて、大統領船に、特攻させるんですよ、ね、それと同じように すごい見たくなりましたイルカの日面白いですよ、はい、でもそれと同時にあのラプターにコントロールしようと思ってきて、うん、はい、でラプターが行って一緒に行ってるにもかかわらず、はい、ラプターがおや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 ちょっとラプターはね、ちょっとあまりにも都合よく使われてますよね。そう、あそこはね、ちょっとあの新人監督にイルカの火を見ろよ、うん、お前みたいな。でも俺前回も都合あの、ね、はい、最初のジェラシックパークでもラプターね、結構襲ってくるかなと思ったら今度ティラノザウルスにみたいな、はい、割と都合いい立場にいつもいますよね。アメリカ映画ってどんな時があってもなんかね、いつもこうなんかため口っていうかね、あの、うん、すかしたセリフを言う隙があるんですよね。はいはい、ブルースウィリス的なこうね。そう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 、はい、いやまたしょうがねえなみたいな、普通この死ぬか生きるかのところでもうみたいなね、うんうん、軽口を叩く、ね、軽口叩くわけですよ、ありますよね、ダンディズム、あのジェームズ・ボンドのダンディズムとはまた違うわけじゃないですかで、ジェラシックあのワールドは、はい、じゃあ何点ですか、僕はこれはね、はい、最後にねまとめで、これは、見るんだったら、4DX とかいう風なライドものとしてああいう風な、はい、ライドものとして見る分には十分楽しめる、はい、なるほど、うん、アミューズメントとして楽しめる、アミューズメントとして映画というよりはね、あとはまあ CG とかももうここまで来ちゃうと、うん、うん、もう僕もお腹いっぱい見てる。で僕ね、一つだけね、はい、見どころのシーンは、はい、ある女の人が恐竜に食べられちゃうんですけど、うん、ひどい殺され方をします。ここがねすごく見どころですそこ、はい、そこです。なんでこんなにひどい殺し方をするんだっていうぐらい、罪のない人ひどい殺し方しますけど、はい、そこが素晴らしいです、はい、ということで、はい、映画どうでしょうでした、はい、ジュラシックワールド